そうですね、入社前僕ダンス、ストリートダンスをやってて、まあ、大学のサークルでやってたんですけど、まあ、学生の頃は、まあ、学校行くのはほぼダンスのためみたいな感じだったんですけど、多分すごい充実した時間を過ごすことができたから、まあ、こんなにも早く1年半という期間が過ぎていたと思うんですけど、いろいろな経験をさせてもらって、まあ、もちろんメンズウェアのご案内、会場で接客させていただいたりとか、あとはトリトオリジナルのドレスのコレクションがあるんですけども、それに営業として参加させてもらったりとか、やっぱ思ってたよりもさらに上のことをできると自分の中ですごいモチベーションがグッて上がって、いやもっとやってやろうみたいな。やっぱり一番は今を頑張るしかないなっていうふうに思って、もちろん自分がどうやって、まあ、仕事を進んでいきたいとか、今後、まあ、1年後2年後、まあ、どんな人になってたいなっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱり今、まあ、やらせてもらってる仕事だったりとか、まあ、自分がいる環境っていうのをやっぱり一番大事にして、そこで頑張らないといけないなというふうに思って、もちろん何も考えてないわけじゃないんですけど、まずは自分が今頑張らなきゃいけないっていうのを一番思ってるので、うん、頑張るっていうのが一番やっぱり自分の気持ちの中で大きい部分なのかなというふうに思ってます。メンズのショップっていうのを作りたいなっていうふうに思ってます。今は、まあ、名古屋店で働いて、もちろん他の店舗もそうなんですけど、ドレスショップ、ドレスがあってメンズウェアがあるっていうのがもう当然の流れで、もちろんそれに不満を感じてるわけでもないし、すごい楽しいですけど、やっぱりやっていく上で、まあ、メンズのウェアだったらトリートでしょっていう、メンズも行ってもらいたくて、トリートの商品だったら、うん、正直負けない、絶対にできるんじゃないかなというふうに思ってるので、それが今のトリートでの夢